はい、どうも皆さん、お疲れ様です。今回も、グランツーリスモ7やっていきたいなと思います。今回はワールドツーリングカー600というね、レースに、GR スープラの RZ、2020年モデルをカスタマイズしてきましたので、こちらの、レース模様をですね、実況していきたいなと思います。まあ、ランエモもね、もちろん乗ってたんですけども、今回はね、違う車で行きたいなっていうので、今回のニュルブルクリンクのグランプリコース全5周をですね、この GR スープラの RZ、カスタマイズしたモデルでね、行きたいなと思います。で、今回スポーツソフトが履けるので、そのあたりですね、こううまくこう、このスープラのね、運動性能をカスタマイズでより高めてきましたので、グランプリコースをですね、走っていきたいなと思います。まあ、スープラはね、こう実写もね、僕は実は言うと見たこともあって、感じるの結構やっぱり構成的にはかなりコンパクトにまとまってるなっていう印象があって、前方にはね、前の前時代の、スープラがいますけども、非常にコーナリングマシンだなという印象が強いですね。で、まあ、グループ3のスープラは今のところまだちょっと、採用はしないんですけども、非常にこのスロネスープラに関してはすごくね、ストレートも伸びもいいですし、こういうね、サーキット走行してもね、全然遜色のない走りを見せてくれるので、すごくね、走りやすいなという印象を受けてますけども、まだまだね、普通のね、ノーマルカーを速く走らせるのはまだまだ練習が必要なんですけども、このグランプリコース見ていきたいなと思います。まあ、足回りを結構今回ちゃんと決めてきたっていうのもそうなんですけども、レギュレーションがパワーパフォーマンスが600までということだったので、結構ギリギリまでね、パワーをちょっと落としつつ、足回りの方にちょっとカスタマイズを特化させた感じなんで、ちょっとストレートスピードはね、他のマシンに比べるとちょっと劣る部分があるかなという感じですね。まあ、かなり他のマシンが元のストレートスピードが速いマシンが多いので、そのあたりをね、うまく対抗できるように頑張りたいなと思いますよね。どちらかというと、コーナリング性の重視の、セッティングで今回は。さあ、オープニングラップが終わりまして、この後はですね、ドライバー視点でお送りしていきたいなと思います。さあ、ここは最終日立ち上がって、ドライバー視点ですね、行きたいなと思います。これは実際にね、GR スープラの中です。まあ、結構今ちょっと視点を動かしてますけども、なんかね、こういう感じになってますね。下も見えたり後ろも見えるんですけど、まずは、1コーナー目、タイトな1コーナー目ですね。レイアウトに関しては画面右上のレイアウトを見ていて、画面右上にあるレイアウトを見ていただくと分かるかなと思います。構でもね、この他のマシンがストレートスピード、特にランボルギーニと AMG、これがめちゃくちゃ速いんで、あとバイパーかな、がめちゃくちゃ速いので、そのあたりに対抗するような感じですね。今、コーナーの加速のところで後ろついてるんですけど、置いてかれてるので、なるべくコーナーでガンガン攻めていくような感じですね。さあ、前方はアルファロメオ C ですね。あと前方がランボルギーニ。あれが速いんです。あれがね、元のストレートが速いので、パワーパフォーマンス600以内かっていう感じなんですけど、あとは GTR ですね。これもね、この性能が、パワーパフォーマンス600超えなんですけど、カスタマイズちょっとね、落としてるとは思うんですけど、かなりストレートスピードが速いマシンなので、前方のね、GTR を追いかけているような感じですね。コーナリング性能に関してはこちらの方が2、3倍上手だとは思うんですけど、やはり GTR のパワーがやはり有利に働くかなっていうところもありますよね。あの辺はこちらも全開でいけるので、非常にね、この辺はあとはこの SG のプレーティングに関してはかなり、まあ、カスタマイズしたっていうのもあるんですけど、結構素直にね、車が止まってくれるんで、すごく走りやすいなという実感も、ちょっとアンダーですね。結構やっぱり車がやっぱり
振動がすごいですね。さあ、ここからはオンモードの映像ですね。実際にオンモードの映像になります。オンモードで見るスープラの車内もなかなかいいですね。さあ、前方の今現在6番手を走行中。さあ、ちょっと進化ミスしますね。皆さん、音の方にも注目していただきたいなと思います。縁石を乗ってる時の音とか、そういった音もぜひね、楽しんでいただけるとよりね、このリアルさが伝わるかな。さあ、前方はあれはアメリア RX7 ですね。 RX7 でも元々チューンされているので、かなりね、速いマシンなんで、素の性能だけでいうとかなりちょっと厳しい部分があると思うんですけども、なんとかね、ブレーキングのポイントとかでなんとかしのいで前に出るという形ですね。で、今回はタイヤの消耗と燃料の消耗がないので、本当にもう、素の性能を存分に発揮するような、そんなね、レースレギュレーション。前方はポルシェですね。その前がアストンマーチンの DB11。 あれもね、めちゃくちゃストレートが速いんですよ。おっと、ここで接触ちょっと止まりきれてなかったですね。なので、ここは接触があったので、まあ、やり合ってますけどね。さあ、この煽りを受けてちょっとグラベル入ってますけど、大丈夫か。ラベル入った時もかなりやりですね。車が、車載が揺れますよね。ドライバーのこの体の動きにもぜひ、ね、皆さん注目していただきたいなと思います。さあ、私でもですね、中継として戻して、4周目の模様をね、見ていきたいなと思います。まあ、今までこのチューンされたクラスでいうとランエボファイナル乗ってたんですけど、ランエボと違ってスープラは FR 車なので、後輪駆動の車になるので、かなりね、その辺りはちょっとなかなかね、挙動がやっぱり、4W2 と違うので、ちょっと苦戦しながら、走ってるっていう感じですね。まだちょっとこのスープラの挙動にちょっと慣れきってない、そんなね感じのドライビングになってますね。まあ、コースはニュルブルクリンクの、グランプリサーキットになるんですけども、まあ、とても攻めがいのあるそんなサーキットです。まあ、特に後半第3セクターに関しては高速のところもあるんですけど、結構車の挙動は乱れやすい、フルブレーキングを要求されるというか、難しいブレーキングが多い、そんなね、レイアウトがするので。さあ、この辺で前に詰めてきましたね。前方はインプレッサーですね。さあ、インプレッサーをブレーキングで料理して、バイパーですね。バイパーがストレートスピード速いんで、なかなかちょっと大変なんですけど、さあ、この後 SD に続いて、次の、ね、試験で、仕掛けられたらいいんじゃないのかなという目論見ですけど、さあ、ウズパレックが、ここは後ろについてますね。さすがにちょっと、前に出れないと。さあ、ちょっとバイパーが体勢乱れたところにぶつく。オーバーテイクできそうですね。さあ、ここはオーバーテイク、インプレッサーも上がってきた。あ、インプレッサーの方がいい、立ち上がりがいいんで、ちょっとこれストレート怪しいですよ。ただね、バイパーがストレート伸びるので怖いところではありますけども、さあ、レーティング、さあ、インプレッサーはバイパーを抑えたので、後ろの差が開きますよね。
ゃあ、あれですね。かっこいいですよね。僕、あの、スープラのリアのデザインがすごい好きで、フロントもね、かっこいいんですけど、リアのデザインもね、かっこよくて、すごく好きなんですけど。なんかこう、後ろのね、デザインがすごいガッチリした感じがあって、重厚感があって、すごく好きです。グランプリコースは本当にあの、まあ長いサーキットではあるのでそのあたりは各、まあ、まとめていく必要があるかなっていう感じですね。特にコンセプターは難しいコーナーが多いですね。まあグラン、まあ、グループ3とかのマシーンとかであれば結構オーバーテイクの機会も結構それなりに多い、サーキットなんですけど、やっぱり中されてる車なんでオーバーテイクのポイントでねなかなか難しいので、まあ、それでもねあの駐車スープはすごくあの素直な反応するなんでいいですね。さあ、最終コーナーを立ち上がって、前後周遊フルクリンクのグランプリコースでのサーキットは GR スープラ、チューンズでしたね。スープラで走りましたけども、非常にあのいいレースが、できたんじゃないかなと思います。さあ、勝利を祝うマシングですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。